今日も YouTube 撮っていきたいと思います。プレスの大串です。 LVC 沢口です。サイヤーの横井です。合わせてです。え、嘘です。聞いてないんだけど。打ち合わせなしで今オープニング始まっております。なんか普段使ってるメイクとか、なんか何がおすすめなのか教えてくださいみたいなコメントがすごい多かったので、ちょっと春の新作を私たちでメイクでもゆるっと紹介したいと思います。横井さんは朝が弱いそうです。そうなんでしたっけ。あ、そうです。昨日はあの今日のために11時に就寝しました。お肌に偉い。ではじゃあまずバイヤーの横井さんからちょっと最近使ってて調子がいいコスメとか、なんかこれはもう絶対みんな買った方がいいよみたいなコスメ教えてください。持ってる人も多分多いと思うんですけど、セルフォークの4番のマスカラ、オレンジメイクするときにも使えるし、私はよく下まつげに使うことが多くって、これはずっとリピートして買っている。サンローランのダメのマスカラ、そのマスカラ横井さんのイメージしかないです。私ね、なんかこれつけててみんな買ってくれたイメージ。私も買いました。これすごいおすすめの3本目とかすごい買ってる。めっちゃスピードマスカラで使い切ります。すごい。横井さん多分マスギがめちゃくちゃ長いから、わかんないけどすごい使ってる。これ一人さんの量も使わないと消費用もう間もなく4本目と、あとは最近買ったこれね、みんなも好き、まさかアニメのサンドベージュ。サンドベージュ、サンドベージュ、サンドベージュ、すごい。みんな持ってる。それやりたい。おすすめ。なんかやっぱ普通のアニメのマスカラってやっぱ他であんまり出てないからが多いなと思ってて、今回出てた新作のピンクも可愛かったけど、大橋ちゃんもね、買えなかったって言ってて、私はピンク買えなかったんですよ。すごい欲しかったのに、ね、もう完売でした。あれもすごい可愛い色だなって思っておりました。私人にもあげました。なんか、ね、そう、自分で買わない人とかにもプレゼントでいいかもしれない。なんか全然物持ちもいいんですけど、これ安いじゃないですか。安い、手頃ある。1500円くらい、そう、安いですよね。プレゼントにもいいし、もちろん自分にもいいし、ね、結構どんなメイクでも馴染みやすいから使いやすいかなって分かる。わかります。 LINE やっぱみんなも持ってるであろう渦持ってる。私も家にあります。おすすめ、渦のやつやっぱ安いし、なんか割と前色ぐらいじゃないけど結構な色味で持ってて、秋冬は結構このバーガンディ、バーガンディの色味を使うことが多かったんですけど、ここ最近パープル使うことがすごい多くて、パープル持ってないです。私なんかね、バーガンディよりパープルの方がよりちょっと塗るとピンクっぽいのを使ってるんですけど、なんか春のピンクとかのメイクに相性良くって最近パープル使うことが多いです。あとはこれもさっきのと同じでアニメのライン、なんかね、小島さんの撮影の時にこれ使ってくれてて可愛くってで買ったんですけど、なんか塗ると結構ラメ、大きめのラメみたいな感じになってて可愛いです。横井さんって行動早いですよね。うん、いいと思ったらすぐ買いに行く。その日のうちに買いに行くから。なんだっけ、スイッチかなんかもあって、そう、ニンテンドースイッチ私が買ったんですって言ったら、私も欲しいって言ったら、次の日、じゃその日の夜に買ったよってきて買いに行ったとか言うか。アイシャドウは結構スックを使うことが、やばい。え、私もスック、ちょっとでも色が違う。あれだから、あれだから、ひなこ。私11番、私は16番です。ちょっとどっちにしようかな。スックの私的なシャドウで、なんだろう、よれない、よれにくい、うん、っていうのがまずスックのいいところ。スックのいいところから優しい。で、なんか色のいいところ、色はなんか割とラメの、なんだろう、ラメ感が強くなるから、これ1個だけで塗っても可愛いし、なんか茶の上とかになんかちょこっと端だけ乗せたりとかしても可愛いし、目の下とかに塗っても可愛いから、なんかこれ1個だけで割といろんなポイントメイクができるかなっていう感じ。全然上手。やった、素晴らしい。
からの。からの。私もスック、結構もうスック自体がすごい好きで、たくさん持ってるんですけど、これは本当に気に入りすぎて、普段あんまりつけない色なんですよ、この色って。で、単色でもいいし、なんか私が普段使ってるちょっとボルドーっぽいシャドウと混ぜても可愛いし、目尻にちょんってやってもいいし、なんかコンパクトなこのパッケージ、なんてケースがすごいコンパクトで、それも好きです。ポーチの中でかさばらない。うん、意外にそう、鏡ついてるのもいいよね。確かに。私は、あんまりすごいたくさんシーズンごとに新しいもの買ったりしないんですけど、久々にうわこれめっちゃ可愛いって思ったのが韓国のブランドかな、ヒンスっていう大好きブランドで、もうパッケージも可愛かった。なんか一瞬この、入ってるパッケージ捨てるのためらうぐらい可愛くて、でこれ自体も可愛いんですけど、シャドウでこういろんなピンクが入ってて可愛い。パレットの中でもこう何色だ10色10色のピンクがこんなに詰め込まれていて、今つけてるのが割とピンク、一番ピンクって感じのこの色なんですけど、でそこにこの辺とかこの辺とかを重ねてるような感じで、ピンクだけ塗ってるんだけど深みが出るというか、グラデーションにもできるし、下につけるのは他の色にするとかいろいろできるので、めちゃめちゃ使ってます。私がリピート買いしているファンデーション、めっちゃうなずいてる藤原さん。使ってます？私も買い使ってる。あ、本当ですか、はい、これ結構感動しました、もちろん今まで割と乾燥肌なので、こういうリキッドファンデーションを使うことが多いんですけど、その中でもこんなに素肌感の出るファンデーションってあるんだって、友達に勧められて買ってみて、もうつけたらなんかこの柔らかいテクスチャーと、それでいてちゃんとカバー力もあったりとか、 SPF も入ってて、もうこれめっちゃいいんですよ。結構もこれから変えることってしばらくないだろうなって思えるぐらいの、すごい、これはいい。くすみもカバーしてくれるし、ちゃんとカバーしてくれるそうなんですよ。でもなんか厚塗り感でなくなるさ、そう、ないよね。で、そんなに私小指の半分ぐらいしか出してなくて、いつも小指の半分伸びるようにし、めちゃめちゃ小指の半分、本当にそれぐらいしか出してない。小指の半分言い過ぎ、違います、小指の爪の半分確かにちょっとあれ普通ハール1個分とかさ、ハール半分とか今のところカットで半分さっきのところはカットされてるはず小指の1個分なんかすごくちょっとでいいってことを伝えたかったのに全然伝わらない。すごいですよ、逆に出すよねって思っちゃったよね。めっちゃ使うじゃんって伸びいいとかいろいろ言ってるのにカットで本当にちょっとでよくってパール1個分ぐらい。ポテさんといえばリップだよね。リップ結構好きですね、一番好きかも、メイクの中で。今2つ重ねてつけてるんですけど、いつも結構オレンジっぽいメイクが多いので、これはもう持ってる人めっちゃ多いと思うんですけど、セルボークの9番、これはもう大定番ですよね。持ってる。これなんか私の中でもうシーズンレスに使える、秋っぽくもなるし、他のポイントメイク変えれば春っぽくもなるし、夏にも使えるっていう感じなので、もういつも使ってます。あとオーラルピンク、ちょっとベージュっぽいピンク、今ピンクメイクをすることが多いので、あんまり主張しすぎないぐらいのベージュっぽさが出るピンク、これが3。これなんか私3も、セルボークのテクスチャーが好きで、ちょっとマットっぽいんだけど潤って見えるというか、で取れにくいっていうのが好きで、今こっちの3のピンクを先に塗って、ちょっと真ん中ぐらいのところをこのセルボークのオレンジっぽいので足して、この感じうまいなぁ説明がなってますいう感じです。私のおすすめでした。さあ待ってました。さあもう2人と持ってるものがかなり一緒なんですけど、さっき紹介したこのアニベのサンドベージュあるじゃないですか。
私サンドベージュとあとラスティーゴールド2本持ってて、これ私のこだわりで、まず下まつげは絶対サンドベージュなんですよ私は、うん、で上はラスティーゴールド、うんうん、あ手を添えるスタイル、こっちがサンドベージュでこっちがラスティーゴールドなんですけど、若干の差なんですけど、うん、なんか私まつげがすごい多いわけじゃないんですけど、あのまつげの量が少なくて長いタイプなんですよ、うん、ってなった時にあのこういう人はあの目尻だけにラスティーゴールドつけて、サンドベージュはなんか下とかにつけると、うん、存在感がすごい主張しすぎなくていいよって教えてもらって、この2本使いが最近すごい調子がいいんです。顔なんか抜け感が出るし、これほんといいですよね。落ちなくないですか、落ちない。マスカラってこの塗り方やってなかったからやってみよう。ぜひすごいすぐ買いますね。またすぐ持ってる、持ってた目が大きく見えません、このやっぱ薄いマスカラ、薄い色のマスカラって。だからなんか挑戦ちょっとしたいけどどうしようって思ってる人は、さっきみたいにその例えばまあ下のまつげだけサンドベージュとかなんか調整してみるとすごいいいかなです。今下塗ってますね。今塗ってます。私も下塗ってる。私もないですよ。横井さん羨ましい。なんか人の上まつげぐらい下まつげあるんですよ。羨ましいな。本当に母に感謝。母に感謝。アニメのマスカラってラメ入ってます。えスティーゴールドに入ってるのか。こっちが入ってる。すごい、買ってよかった。あとは私もこのリップを2年ぐらいずっとリピートして使ってるんですけど、ナーズのパワーマットリップピグメント、うん、私あのマスクしててもリップ塗る派なんですよ。えらい。塗ります。塗りますよね。私は色付きリップとかにしちゃいます。すぐ取れちゃうから、うん、なんかあるじゃないですか、やっぱちょっと外すとき、うん、人の前で、そうですそうですとかもあの塗っておきたいタイプ で私が今までいろいろ使った中でこのリップが一番マスクにつきにくくって落ちにくかったので、大口調べ、大口調べはあの皆さん信じていただいて信じてる。これすごいいいんですよ。でこれをそのまま塗るってよりかは指に出してあのポンポンポンってつけるのが調子いい。調子がいい、うん、調子がいいんですよ。大事。ちょっとマットだからなんかツヤ感好きな人はもしかしたら好みと違うかもなんですけど、うんうん、でもそんな乾燥もしないし結構おすすめです。なんか色もこれは2760なんですけど、うん、結構ナーズのリップってあのなんだろうな、はつらつとした色よりかは少し落ち着いた色になるので、ちょっとなんか大人っぽい仕上がりになります。あとこれ反射しちゃうかな、ファンデーションなんですけど、私ランコムのファンデーション大好きなんですよ。使ってた。使ってます。私も使ってた。すごいしっとりして、これがもうなんかなんて言ったらいいんだ、すっごいしっとりするんですよ。パウダーだけど、そうなんです。しっとりする。もうびっくりするぐらいしっとりするし、もう完璧。あれ、完璧。言葉をもう完璧して最大は出た。最大は出た。完璧出た。可愛いとか使いやすいとかじゃなくて完璧出ました。これは本当完璧です。なんか今使ってるファンデーションちょっとなんか変えたいなとか。うん、新しいのにしたいなって思ってる方はちょっと騙されたと思ってこれをあの試してほしいなと思います。私からは以上です。毎日こうって痛くなってきた。ランプのファンデーション、うん、BB クリームも前に使ってたんだけど、あの田中美恵さんも、はいはいはい、使っててなんかすっごいランプのファンデーションいいって聞く。美恵さんってでも肌ツルツルですもんね、うん、いつもツルコがれますね。発酵してる。うん、どれにしようかな。どれ買おうかな。どれにしようかな。はい、楽しい、こういう話。すごい女子って感じ、うん、もしコメント欄で好評だったら、うん、ちょっと春夏秋冬と、ね、またゲスト変えてちょっと紹介したいなと思います。ゲスト変えられちゃう。シュウちゃん。いいですね、女の子って楽しい。女の子楽しい、ね、はい、ではですね、今日はちょっとゆるっと春メイク
の話、なんか自分の調子が良くなるメイクをちょっと簡単に紹介させてもらったんですけど、本当におすすめできるものばかりで、私たち以外にも結構スローブのスタッフ被ってるものも多かったので、もし気になるものがあればぜひぜひ、ちょっとね、今すごい試しづらい状況ではあるんですけど、ちょっとでも参考になれば嬉しいです。何かあればインスタグラムもアカウントも概要欄に載せてるので、 DM とかでお答えできることはお答えしていきたいと思います。はい、では最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。西さんの動画が参考になりましたら、チャンネル登録と高評価ボタンぜひお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。